いの坂古墳群は、宮城県名取市飯野の坂三居に所在する、大型前方後方墳が群集する得意な古墳群である。1978年3月16日、国の史跡に指定される。本古墳群は、標高30メートルの愛島丘陵の北東部沿辺の名取市飯野の坂5丁目から名取が、丘1丁目にかけて立地している。 開発ブームがこの地にも押し寄せてきて、ナトリニュータウン造成計画が持ち上がった。これに対処するために、ナトリ市教育委員会により、1975年、1976年に古墳群を含む地域一体の地形測量が行われ、本古墳群が前方後方墳と方墳を含む全国的にもあまり例のない得意な構成であることが判明した。その後、 史跡に指定されることになった。築造年代については、宝墳の山囲い古墳が後期古墳に属し、薬師堂古墳などの前方後方墳は築造順があるものの4世紀末から5世紀にわたると考えられている。なお、東急領の南東部には、東北地方最大の前方後円墳である雷、上山古墳が円墳の小塚古墳と並んである。 現在の史跡指定区域内には5基の前方、後方墳と2基の後墳がある。史跡指定区域の南側にはかつて山かい古墳と唐都塚古墳があった。当地の古墳は東に向かって仙台平野に突き出した愛島丘陵の北東端に並んでおり、5つの前方後方墳はすべて後方部を北西、前方部を南東としている。まず、 以下の4基の前方後方墳が北西から南東にかけてほぼ一直線上に並んでいる。三挙古墳の東側に以下の3基の古墳が並んである。当史跡には指定されていないが宮山古墳の南側に隣接して東都塚古墳及び薬師堂古墳の南側に山囲い古墳があった。1949年山囲い古墳が発掘調査され主体部は 横穴式石室で、歌土伎たちが出土している。薬師堂古墳の西首レブから、坪形葉庭が出土している。ありがとうございます。